せたいけど食べたいですよね。そこで今回はしっかり食べることで逆に食欲を抑えてくれる神食材お伝えします。ダイエット中でも美味しく食べながら健康で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。食欲を抑えて痩せる神食材5選、詳しくお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ食欲が収まるのでしょうか、そのポイントと、2つ目、食べて食欲を抑える神食材5選を詳しくお話します。では1つ目の項目です。なぜこの神食材であなたの食欲が収まるのでしょうかっていう、そのポイント2つお話しします。1つ目、あなたの腸内環境が整うからなんですね。整うと何が起こるか、痩せます。なぜかというと、その腸内環境が乱れている方っていうのは何をしても痩せません。なぜかお腹の中にですね、デブ菌って呼ばれる悪玉菌たちが残念ながらいっぱい住み着いているからなんですね。そうするとあなたは食べちゃいけないって思ってたとしても、悪玉菌たちの大好物をあなたは食べることになる。なぜかというと、腸内細菌たちの食べたいものがイコールあなたの食べたいものになってるからなんですね。ですからここを根本的に改善するといいということですね。ですから味覚が異常になっているわけです、デブ菌たちがいっぱいいると。では逆、後ほどお伝えするこの神食材を食べると痩せ菌たちですね、善玉菌たちが増えるので、結果味覚が正常になって、あなたは自然と太りやすいものが欲しいって、食べたいってね、思わなくなる。過去の私もそうだったので、もうこれは絶対ですね、腸内細菌をまず味方につけること、これが大前提なんですよ。では2つ目、ホルモンの働き、これもめちゃくちゃ食欲と関係性が高いんですね。ここでいうホルモンは主に2つあります。1つはレプチンと言います。これは食事をしだしてから20分経った以降にやっと分泌されると言われているホルモンですね。でこのレプチンがあるおかげで、あ、だんだんとお腹いっぱいになってきたなって、その満腹中枢を、ね、刺激してくれるからこそ食べるのをやめることができるわけです。逆に20分以内で早食いの方ですね、ぐーっと食べてしまうと、この十分レプチンというホルモンが出ることがまあないので、その間いつまでたっても食欲が収まらないわけですよね。ですからこのレプチンがちゃんと出る食事を始めて20分後ですね、以降やっぱりゆっくりよく噛んで時間をかけて食べるっていうのがとっても大事になってきます。そして2つ目のホルモンは幸せホルモンと呼ばれているセロトニンになります。このセロトニンが不足している方というのは食欲が収まらないですね。なぜかというと満腹中枢が機能しないからです。そしてなんとこの幸せホルモンセロトニンが作られている場所の9割が腸なんですよ皆さん。ですから腸が汚れていると幸せを感じることができずにストレスで食べてしまったり、まあ、そもそも満腹中枢が機能しないわけですから、食べても食べても収まらない食欲がっていうね、こういう負のスパイラルと入らないためにも、しっかりとレプチンやセロトニンを作りやすい環境にしてあげる、まあ、イコールそういったものが出やすい食材をしっかりと食べることで、あなたは自然と暴走する食欲を抑えることができちゃうんです。では2つ目の項目です。食べて食欲を抑える神食材5選ということで5つお話しします。まず1つ目はこちら、ほうれん草になります。ほうれん草はね、まあ、鉄分で代表的な、ね、お野菜有名ですけれども、先ほど項目1でお伝えした食欲を抑えるホルモンレプチンをたくさん出してくれる効果があるお野菜になります。でそれプラスですね、脂肪の蓄積を防ぐビタミン B1 でしたりとか、血糖値の急上昇を抑えたり、でプラス食欲をさらに抑えるね、チラコイドっていう成分まで含まれているので、もうこれすごいです、もう最強ですよね。でむくみ改善、ビタミンやミネラルも豊富ということで、鉄分も補いますから、ぜひ日々のお食事にほうれん草を取り入れてください。2つ目の食材はこちら、卵になります。
卵は食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養素があの1個にギュッと入っている完全栄養食品って呼ばれてますね。でしかもしっかりとこういった無添加の良質のタンパク質を摂ることで食欲を抑えることができます。私たち人間はですね、ある一定値のタンパク質を摂らない限りいつまでたっても食欲ってね収まらないっていう、そういった機能になってるんですよね。ですからしっかりとここで卵を摂ってタンパク質を補給していきましょう。では3つ目の神食材はこちら、もち麦になります。もち麦もいいですよ。もうぜひですねご飯に混ぜて炊いていただきたいんですけども、腸内環境を整えます。なぜか2種類の食物繊維が同時に摂れちゃう優れものだからなんですね。そして血糖値の急上昇を抑えたり、コレステロール値も整えてくれたり、まあ、なんといってもね食物繊維が豊富ですから便秘解消、先ほど冒頭項目1でお伝えしました通り腸内環境の整える、もう大掃除できるデトックス食材になりますから、ぜひ普段のお食事に、まあ、蒸したりとかね、まあ、サラダにまぶしたりとか、お米と一緒に炊くとか、いろんなバリエーションありますから、ぜひ積極的に取り入れてください。では4つ目の神食材はこちら、唐辛子になります。脂肪燃焼効果、まあ、カプサイシンで有名な唐辛子なんですけども、実は食欲を抑える効果も高いんです。毎日小さじ2分の1程度何らかに混ぜるとかね、スープに入れるとか工夫して摂っていただきますと、脂肪燃焼効果もある、食欲も抑えてくれる、もう一石二鳥三鳥もあるのがこの唐辛子ということになります。では最後5つ目の神食材はこちら、チアシードですね。まあ、これは私が見つけたのがですね、ホワイトチアシードの方でしたので、まあ、ホワイトチアシードをおすすめしたいと思うんですけれども、真っ白いねチアシードってあるんですよ。でこれね、中性脂肪値を抑えてくれたり、また血糖値の急上昇も抑えますし、とにかく水分含ませてもブワーってものすごく膨れるんですね。お腹の中でも膨れますから、もう満腹感が半端ないというのがこのスーパーフードのチアシード、おすすめはホワイトチアシードになります。そしてチアシードの取り方注意点になります。1つ目、加熱しすぎないでください。せっかくの栄養がね取れなくなっていきます。2つ目、乾燥した状態で大量に飲まないでくださいね。飲み込むと中で大量に膨れますから大変なことになりますからね、健康を害しては元も子もありませんから気をつけましょう。3つ目、よく噛んで食べてください。そして4つ目、一緒に大量摂取はしないでくださいね。便秘、下痢、腹痛などの原因になってしまいますよ。そして5つ目、シソ科のアレルギーを持っている方は主治医の先生にご相談されてください。6つ目、薬との組み合わせ、血圧、血栓などなどお持ちの方は必ず病院の先生にご相談の上召し上がってください。そしてチアシードのおすすめの痩せる食べ方なんですけれども、1日大さじ1杯程度でも十分です。もうかなりの満腹感味わえますから、ヨーグルトに浸したりドリンクに入れたりということでね、そういった形で手軽に取り入れてみてはいかがでしょうか。そしてね、注意ですけれども、甘いデザートとしてどんどんこのねチアシードを使ってしまうと、甘いものはやっぱりね太りますから、まあ、そもそもね元も子もないということになりますので、甘いドリンクに入れたりとか甘いアイスにかけたりとか、そういった組み合わせがすごく大事ですから、できればスープとかね無糖のヨーグルトとか、そういった無添加の甘みがないものに対してチアシードをね浸して膨らませて、ぜひよく噛んで食べていただければ、もう十分効果がありますから、ぜひ積極的に取り入れてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。ダイエット中ね、あまり制限しすぎてストレスになって逆に爆食いになってはいけませんよね。ですからしっかりと痩せたいけど食べたいっていう気持ち、すっごく私分かります。ですから今日は逆にしっかり食べることで、あなたの暴走する食欲を抑えてくれる効果、しかも腸内環境を整って根本的な野生体質へと生まれ変わる神食材5選お伝えしました。ぜひ日々の生活に取り入れてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみた飲んでみたですね、ご自身のご感想コメントくださると、もうめちゃくちゃ励みになっています。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。